スチュワート・メンジーズは、イギリスの軍人。第二次世界大戦中に秘密情報部の長官を、務めた。最終階級は少々。スチュワート・グラハム・メンジーズは、ロンドンで裕福な両親の元に生まれた父方の祖父の、グラハム・メンジーズは、エジンバラでウイスキー会社を経営しており、カルテルの形成によって、巨万の富を築いた。父のジョン・グラハム・メンジーズは定職に就くこともなく、 自堕落な生活を送り一家の財産を使い果たし1911年に肺炎で死去した。母のスザンナ・ウェスト・ウィルソンはアーサー・ウィルソンの娘であった。両親はエドワード7世の友人だった。スチュワートはエドワード7世の隠し子ではないかとの噂もあったがこれは否定されている。自由党の政治家、ロバート・スチュワート・メンジーズはおじに当たる。 イートンカレッジに入学したメンジーズは、スポーツ、特に、ハンティングとクロスカントリー競技に熱中した。校内のエリート学友会であるポップの議長も務め、優秀な成績を収めて1909年に卒業した。イートンを卒業したメンジーズは、商意として、この F 評連隊であるグレナディアガーズに入隊した。一年を過ごした後、 第2ライフガーズに転属となり1913年に、中尉に昇進し副官に任命された。第1次世界大戦が勃発すると、メンジーズは、フランス戦線へ派遣された。1914年10月に、西フランダースのゾンネベー家における戦闘で負傷し、1914年11月には、第1次イープルの戦いに参加している。 11月14日に退意に昇進し12月2日に、ジョージ5世から直接こと公勲章を授与されている。スチュワート・メンジーズと兄弟のキース・メンジーズ・メンジーズの所属していた連隊は1915年の第二次、イーブルの戦いで甚大な被害を受けた。毒ガスにより負傷したメンジーズは名誉除退し、ダグラス・ヘイグの元に置かれた防用部門へと入った。 1917年後半にメンジーズは上司のジョン・チャータリスが情報評価を誤まかしているとイギリス軍上層部へと告発しチャータリスは解職された終戦までにメンジーズは名誉少佐へと昇進した戦後にメンジーズは未クに入局した1919年のパリ講和会議にイギリス政府代表団の一員として派遣された中佐に昇進し 参謀本部に所属している。特別情報部の副部長を務めた後、1924年にヒューシンクレアが長官となると徴用され、1929年に大佐に昇進し、副長官に抜擢された。1924年に公表されたジノビエ副書官をめぐって、メンジーズはシドニー・ライリーやデズモンド・マートンらと共に劣像に関わっていたとの説がある。 この議書が公表されたことで1924年の総選挙では労働党政府が野党の保守党に敗北している。1939年にシンクレアが死去するとメンジーズが SIS の長官に任命された。彼は長報、防御用活動の部署を拡充するとともにブレッチリーパークを本拠としていた暗号解読作戦を重視した。 当時 SIS は大恐慌によって予算が削減されたこともあり、小規模で影響力の小さな部署に過ぎなかった。第二次世界大戦が勃発すると SIS の規模は拡大された。メンジーズは暗号解読作戦を SIS が担当とするよう主張しこれに成功した。政府暗号学校によって行われたナチスドイツのエニグマ暗号の解読成果であるウルトラ情報は 政府内で高い評価を得て SIS の重要度は飛躍的に上昇した。ウルトラ情報によってイギリスは戦争中を通し戦略的、戦術的な猶予へ大西洋の戦い、ノルマンディ上陸作戦などに決定的な貢献を果たした。1974年にフレデリック・ウィンター・ボーザムの著書ザウルトラ・シークレットが出版されるまでこの事実は公表されなかった。 ベンジーズは毎日のようにウルトラ情報をウィンストン・チャーチルに直接報告しており、戦中に二人が会談した数は1500回にも上る。この情報を重視したチャーチルは戦争中も改良され続けたナチスドイツの暗号技術に対抗するため予算を優先的に配分した。優秀な技術者、学者が動員され1945年までに 政府暗号学校で働く職員の数は1万を数えた。イギリスの歴史家デイビッド・レイノルズはビシー・フランス政府の提督であるフランソワ・ダルランの暗殺にメンジーズが関与していたと主張している。レイノルズの著書によれば戦中ほとんどロンドンを離れることのなかったメンジーズが暗殺時に北アフリカを訪問しており暗殺にはソエが関与していた可能性が高いとしている。 メンジーズは1944年に少々に昇進した。メンジーズのもとで SIS は特殊作戦執行部安全保障調整局、アメリカの戦略諜報局自由フランス軍などと連携したほか、ドイツのアプベアの部長ウィルヘルム・カナリスを中心とするドイツ国内の反ナチス運動にも関与していた。戦争が終わるとメンジーズは SIS を冷戦に対応するよう改変し、 ソエの任務を引き継いだ。政権を獲得した労働党に対しては警戒感を隠さなかった。当時すでにキム・フィルビーらを中心とするソビエト連邦のスパイ網であるケンブリッジ5が浸透しており SIS の活動はダメージを受けていた。メンジーズは43年間の軍務の後、1952年に62歳で現役を退いた。 ウィルトシャー州ラキントンのブリッジズコート間で陰性し1968年5月29日に死去した。ありがとうございます。